よっしゃ、うん、次のターン行きますか。はい、よし行きましょう。そろそろ遊び始めるか。どうしよう。あ、ちょっとね、こっからだね。何も考えてなかったよね。何も考えてなかった。いやどうしようかな。なんてない。ない。これでこのメンツがやれてよかったよ。ニコニコしちゃうね。うわ、誰これ書いたの。え、これ誰が書いたか分かった。変なお題来てる。見たいだけだろこれ。ちょっと待って。背中。すぐ分かった。これ絶対ケンモチさんなの。わかんねえだろ。でもこれもこれもケンモチ先輩っぽいやつ来たんですけど。え、でもこれもケンモチさんっぽいよ。え、三個ある。え、出す三個。ダメだよ三個出しちゃう。出すぎだよ一人で。よくない。欲張ってないよ僕。どうなったっけあいつ。あいつって呼んでる。あいつ。あいつ。あ、出てくるんだって。もしかして裏でガクさんにあいつって呼ばれてるやつ。誰だあいつかな。あいつさ、ドキドキしてきた。怖い怖い。で、待って待って、全然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 。やばい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 。これ伝わるかな。なんだよこれ。何これ。これ僕だと思われてそうで嫌だ。そんなキモくない。ちょっと待って。誰か愉快犯がいるな。僕を落とし入れようとした。え、どういうことこれ。やばい。そんなあったっけ。すごい悲しいイラストが出てきた。俺も悲しいイラストが出てきた。あ、そうなんだ。え、なんかちょっとキモい人いるかも。キモい人いるんだ。キモい先輩いるかも。あー、最悪。あー、ちょっとキモい先輩いるかも。なにこれ。これ確かにキモい人いるかもな。ねえ、いるよ絶対。うん、なんだ。え、これな、え？クソむずい。ケンモチさんお題回ってきたわ。違うってそれ。え、これ今ケンモチだと思う。私もケンモさん。言い過ぎだろ僕。やっぱ言い過ぎ。どんだけだよ。ちゃんと書きたいな。よく待ってるな。欲しがりさんですねこれ。そう、ケンモチさんのだと分かってはいるけどめちゃくちゃちゃんと書く。絶対違うから。本当？でもこれちゃんと真面目に書いたらなんか。ねあんまり良くない気がしてきた。真面目に書いたらいいね。なんかこんなお題ある。いや、こんなお題ある。これも僕が書いたと思われそう。ええ、いいよいいよ。よし、いいよいいよ。いいよいいよ。ねえ、ケンモチさん。ケンモチさんがいっぱいいるんだけど。ビリムをケンモチさんって言うな。待って、リリム大好き同好会なのここマジで。みんなリリム書きすぎなんだって。リリムちゃん、ケンモちゃんじゃなかったとしてもみんなね書いてるってことだから。ちょっとリリムさん真剣に書こう。やっぱリリムなんだ。リリム書きすぎてなんか上手くなってるもんねリリム書く。確かに。いやありがたいな、楽しみだ。そう。あの書き方分かってきた。おお、いい成長してる。ガクさん、ガクさんもそれ本当かな。何も信用ならないわ。地味に一番ポンコツだからな。そんなこと俺や進化して見ててくださいよもう。この短期間でね分からせるんだ。絶対伝わるんだからこれね。やばい、時間ない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 。まずまずまず色色塗りたい、色塗りたい、色色色色。時間がない。あーマジか。おいちょっとリリム言い過ぎだろこれ。やばいな。ターン1でリリム来るんだよ。それ3つくらい見たぞ。リリムさんしかいない。全部ケンモチさんじゃん。違うよ、ね、いやこれ8割リリムさんかもしれない。いやあるある、間違いない間違いない。そんな多いの。ずっとリリム書いてるマジで、ね、ずっとリリムさん書いてる。めっちゃみんな上手くなってるよ多分。本当にもうこれも難しいな。もう上手になっちゃうよこれ。書かせてくれてありがとう。書いてくれてありがとう。なんかもう嬉しいんだから。うん、嬉しいよ。ね、自分のお題が多分これなんだろうなってみんながどういう反応してるかで分かるの。なんか、うん、あ、そうね。でもみんななんかあれじゃない、今回に関してはケンモチさんじゃんって、うん、私のだ。あ、私のが言われてる。あ、お前もかっつって。私以外にもいっぱいいたんだって。実は。元の話題気になるな。あ、どれだけ行かれちゃったのかとかね。変わってきてる可能性はある。そう、うん、リリムちゃんじゃないかもしれないからね。確かに確かに。なんかそういう話出てるから。
誰かがリリムリした、途中で勝手にね。あー、え、そんな人いるの？もう全部リリムにしちゃおう。ケモシさんがリリムさんのイラストを見たくて全部リリムに変えてる可能性はある。僕が作詞？もうお題関係ないじゃん、一生ゲーム考えてくれたのにみんなが。それは僕、私やばい、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 ね、タリムしか書いてねー。リリム書いてたリリムだったよ。リリムが塾なんだよ。リリムちゃん2回は書いてるよね。3回は俺書いたぞ。3、4回書いた。書いた書いた。リリムが一番楽しみだよ今。見よう見よう、見ましょう。あ、でもえ、どれなんだろう。僕もリリムは書いた。あ、これはリリムさんなんだ。健全リリムでしょ。あ、いや、これも意味が分かんない。雨に打たれるって。いや、いいだろう。え、でも頑張ったよこれ。あ、いいいいかわいい。雨に打たれる。うわ、すごい、全く一緒だ。嬉しい、すごい、めちゃくちゃちゃんと伝わってる。うん、あー、なんかいい。でもこれジャケットじゃんこれ。いいな、かわいい。雨の中、うわ、エモい、これあー、やってよかったわ。状況説明もついてね。傘さした、めっちゃいい、うま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 い、かわいい、これめっちゃかわいい。レインさんが傘をさしてくれた。ありがとう。よかった、よかった。一瞬で嵐にされた。そうなんだよ。ごめん、リリム、荒らすな、荒らすな。傘、傘が、傘が、やばい、傘が、もうあれが、これが見たかったな。違うよ、嵐すぎるだろこれ。いや、でも可愛い、つながるな。さて、リリム、本人はレインを見て変顔するレオス。え、あ、なるほどね。あ、なんか変顔、もっと変だったの、しろよ、気寄りすぎだろ。そういう感じだよね、自分のこと可愛く描きすぎだろ。で、フレンさんになったのね、ここで。確かに、そう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 、フレンなんだよね。あの、前髪で隠れてないから。あはい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 、なるほどね。パーマが全消しされてる。本当だ。ちょっともうお前はストレート。フレンの歌に大感動して尊敬の意味を抱いている。ちょっと自分だから厚かましいなこれ。ね、ここまでは書いてないだろ。詰め込んでる。お前、え、下手だな。尊敬の念の面じゃないだろ。キラキラしてていいかな。よだれも出てる。よだれも垂らしてるから、これはもう尊敬の念には意外に違いない。髪の描き方すごいな。あー、でもいい、熱い熱い。二十歳消滅した。うまっ。ちょっと酔いしめすぎたかもしれないけど、まあまあ、どんどんファン化していってる。まあ、ちょっと被害者がいるとしたら一瞬で消されたレインさんっていう。レイン、ごめんね、見間違えたでしょ。だから頑張ってる人の頑張りが全部帳消しにされるんだよ。確かに。よし、じゃあ次いきます。フレンさん、さっそうと、お前じゃねえか。おい、なんかちょっとさ、リリムさんがめっちゃみんなを笑わせた後に、みんな笑ってる途中でさっそうとトイレに行くのがめちゃくちゃ面白い。史実だこれ。あ、本当にあったのか。確かにね、史実ならしょうがない。来なかったらな。めちゃくちゃ面白かったんだよな。なるほど。やばい。いやいやいや、そうなんだ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。かわいいな。レインが書く言い分。いや、この題材に突然なすりつけられたの怖かったよ。さすがにちょっと怖いな。怖いお題だよ。確かに答えにくい。確かに答えにくいしね。そうなんだろうなと。マイルド。めちゃくちゃマイルドになってる。ちょっと配慮してる、いろんなものを。これもこれでちょっと気持ち悪いな。いやいやいや、これしかないだろ。最初トイレって書いてたのをお手洗いって書き直したんだよ。怖くて。待って、受け渡し人がめちゃくちゃ不安なんだけど、大丈夫か。あ、かわいい、かわいい、すげえ、これだ、かわいい、これだ、戻るんじゃない、わかんないかも。あ、これだ、そうだね、これはそうですよ。わかんなかった。レオスさんが怖がったんだ、トイレを描写するのはやっぱり。ちょっとね、さすがにビビっちゃって。いや、それは正しい。うわ、めっちゃいい。え、
かわいい。めっちゃかわいい。可愛らしくなってる。パンか、パン加えてるんだ。リュウセン君の画風のリリムいいな。連載もかわいいよね。2リリムだからね、だいぶ慣れてる。あ、そうだ、2回目だこれ。2回書いてるから。そう。もう色合い調べなくていいからな。いや、そう。かわいい。遅刻してるんだ、これ。間に合わなかった。間に合わなかったんだ。あー、いい。かわいい。かわいい。急ぐ気なさすぎるだろ。本気出せよ。リズムってどんなんだったっけなと思って。かわいい。めちゃくちゃいい。では次、お手洗いエピから博士さん、あと何人のリムが出るんだろう、はい、ね、トットコパタ太郎、トットコパタ太郎、難かったってこれ、これマジ何なんだよこのお題、マジこの組み合わせ本気じゃありえないからねトットコパタ太郎お目目キラキラやから、ハム太郎のキメラがキメラが、キメラが、このセリフ言った後殺されてそう見ちゃったからね、遭遇してはいけなかったな、ね、うん、まい、かわいい、めっちゃかわいい、かわいい、パタハムちゃん、伝わる伝わる、ちゃんと伝わってる、かわいい、かわいい、急に立つんだよ口あたりから急に伝わってる、すごい、全部合ってんじゃん、戻ってきたんだよこれ、うわすごい、絶対どっか変になると思ってた、タイトル通りに帰ってきてんのがすごい、嬉しい、これはびっくりしたろうか、あの浜口の剣持ちか悩んだんですけど、なんでだよ、どっちもなんでなんだよ、パタ太郎にした、無事納品できた、よかった、よかった、なるほどね、レオスさん、はいはいはい、一元化で博士を、お前か、こんなんなかったよ、知らないエピソード、知らないエピソード、史実がある中混ぜないでこういうのリアリティを持っちゃうから、事実と異なりますね、なんでリアリティ持つんだよこれが、持たないだろ、言わない方が良かったかな、かわいい、それを僕が書かなきゃいけないね、本人に書かせるの酷だろ、あ、マイルドになって恫喝がね、怒られるになった、言葉が難しい、恫喝、すっごいぶち切れてる、怒ってる、めちゃくちゃ怒ってるよ、僕博士にぶち切れる、そうなるよねー、ぶち切れだった、ちょ、かわいくしなんでよ、リリムリリム、おい踏んじゃってるよ、これリリムだと思ったんだよリリムになってる、だってこれまでで泣いてるリリムが多すぎたからもうすり込まれてんだよこっちも、全部リリムだ、リュウセン君丸すぎるだ、またリリムしまたリリム最悪だよ僕史実では泣いてるリリムに大丈夫みたいな感じだったのに真逆になっちゃった、めちゃくちゃ優しかったのに、あれめっちゃ良かったのに、次いきます、はい、リンさん、はい、世界で一番お姫様、リリムの、むずすぎるだろこれ、ごめん、むずすぎた、むずすぎた、なるほどね、むずすぎたわ、かわちぃリリム、かわちぃな、かわちぃな、情報、うわー、かわちぃ、もうパターン書き飽きて、もう画風変えてきてるじゃん、とうとう、もうたまにはこんなのから剣持ち待ってろよと思いながら、これ僕がこれオーナーしたと思われたのか、魔界のリリム、あ、源泉回帰、艦隊がもう出るようになったのかなって、なるほどね、一周回ってね、はい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 、あ、画風変えた、かわいい、自分が来て、自分だ、どうするのかな、世界一の笑顔、世界一戻ってきた、世界一戻ってきた、確かに確かに、ちょっとうぬぼれによって戻ってきたぞこれ、いいぞ、すごいすごい、めちゃくちゃいい、リリム大好き同好会、俺らのリリム純粋にリリム書いてるからね、もう一回リリム書きたい、マジでリリムどこまでいけるか試したくなってる、ガク君、天才ロックで、天才ロックそこで、確かにこれ最初これだったんだ、天才ロックありましたからね、こんなんなかったよ、なかったよ、あ、こっからも変わってるって、そういうことか、博士
それは爆発したわけじゃないよ。いやそうだよね。そうなるよね。なるほどなるほど。すごい飛んじゃった。やばい、すごい飛んじゃった。やりすぎやん。一応爆発したわけだから。すごい跳躍力どころか。もう全然天才じゃなくなってるよ。アホみたい。すげえバカっぽくなっちゃった。アホだこれ。これか、シル博士。飛んですらいなくなってる。やっぱ空描いとくべきだったが、ちょっと走るができなさすぎて。リュウシン君ラストだ。赤ゴリリム、そう、これも僕が罪に立たされた裁判に。リリムへの印象だからね、これは。あいいね。相当なすりつけられてるな、ケモチ。かわいそう、ね、冤罪がすごい。伝わってる伝わってる伝わってる。うん、かわいい。この絵かわいい。かわいい、かわいい。赤ちゃんと貸したリリム。言い方、いや赤ちゃんじゃないからリリムは。はいはいはい。赤ちゃんじゃん。めっちゃうまい。発汗してるよなんか。赤ちゃんリリム。あ、戻ってきた。戻ってきた。すごい。すごい。ちゃんと伝わってる。あ、まずい。いいよ。伏見かず。あの子。あ、でもこいつが最後でよかった。違う人が赤ちゃんになるとこだった。いやもう何回も裁判立たされて。かわいそうに。証明できてよかったわ。おもれー。おもれー。最後見るの楽しすぎるな。